いただきありがとうございます。はい、まあ、ほぼ前座という形でですね、務めさせていただきます。シルエットというバンドでございます。JJ オールスターズさんとはですね、古い付き合いで、枝光に会った頃から、ずっと一緒にやらせていただいているようなもんでございますので、はい、今日はですね、我々シルエットご存知の方は、誰か一人足らないなってこうね、うっすらと分かっている方もおられるかもしれませんが、本来フロントマンが一人いるんですが、ちょっとお仕事の関係で出れませんので、できる、いるメンバーでできることをなんとか頑張ってやりますんで、温かい、お気持ちで聴いていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあですね、皆さん向かって一番右手、ちょっとかぶってるよ、おじちゃん。かぶってるよ。はい、ね、これは引き戸に舞い降りました。一応天使と言っておきます。はい、はい、悪魔じゃ、魔女じゃありません。妖怪でもありません。京子ちゃんのキーボードからどうぞ。
ございます。はい、今のでですね、はい、もうほぼ出し切った感があるんですけど。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。大体我々バンドではですね、大体この曲っていうのはほぼアンコールにやるような曲なんですけど、ね、今年はちょっとフロントマンがいないんで曲数が少ないんで、もう最初から引っ張り出しました。みんなテンションのある間にですね、こっからはあと落ちていくばかりでございます。だんだんね、血糖値も下がってくるもん。血糖値がね、はい。ただ、ちょっと締めっぽい話になるんですが、毎年この集まりをやらせていただいているのはですね、リンの店長、井ノ口くんの計らいで、私の、義理の弟になります、立石健吾というのがちょっとあちらに写真があるんですが、今年で亡くなって16年目ですか、ね、彼が11月の、22日だったかな、亡くなって、この年、毎年、11月に追悼を兼ねてバンド仲間でしたのでですね、やらせていただいております。はい、彼を偲んでですね、彼に送る、曲と、ということで今決めましたので、そう言うたら少し少し間違っても拾ってもらえるかなと。はい、生温かい目で、はい、主にティースケアのカバーをやらせていただいてるんですが、その、ナンバーの中からトゥモローアフェア。
ありがとうございます。すごい気持ち悪かった人もいると思うんですが、この曲を知ってる方はですね、はい、申し訳ない、まあ、知らない方はこんな曲かなと思っとってもらったらいいと思います。こんな曲ですあね、バラード難しいですね。バラードっていうのは本当難しいです。もうちょっと笑いが出ちゃいますもんね途中で柄にないことするとダメですね、はい、ただ、そうね、ガラソーのイケイケドンドンのバンドですので、これからちょっと、スクエアからちょっと一歩外れましてですね、はい、パラシュートっていうその昔グループがいたのですが、このパラシュートの曲が、ギターの、はい、水島博之、はい、メンバー紹介かけて MC して、時間を延ばしています、はいはい、彼の先ほどのこけた、ギターのですね、はい、を取り戻すべく、その後に持ってきております、はい、ハーキュリーヘラクレス聞いてください。
は持ち上がりましたかね。よしよしよし、はい、この調子でいきましょうか。はい、この調子で、何をやるのかな。あ、そうだな、このメンツでできるのはあと1曲しか残ってないんだな。もう3曲もやっちゃったんだな。はい、たらこのメンツでですねできる最後の砦、砦これは、センターに構えし、今日ね真ん中があんた開いてるでしょ、はい、ドラムがなるべく見えるように開けたつもりないんやけどな、照明さんもしいたらライターやって。違う。はい、これは、ドラムス、佐藤大成君のカウントから入りたいと思います。ソロじゃないですよ、カウントからです。We'll be right back.
前行きたかったんですけどね、お客さんいっぱいね、こっから一歩も前に出れないですよ、この辛さ、このもじもじ感、私何のためにワイヤレスにしてるのかなってぐらいですね。はい、ここでですね、さすがに4曲じゃまずいだろうということで、今から新しい、今年のですね、シルエットの、隠し玉を一つ紹介したいなと思うんですが、その前にちょっと準備がありますので、しばらく、余興でお楽しみをいただければいいなと思うんですが、ずっと喋ってもね、結構ネタがなくなってきたそちらバレますので、はい、ちょっとちょこっと余興やっちゃおうかな。やってもいいかな？いいかな？いいかも。そこで惜しかったね。持ち帰って、はい、パーカッションにする転身でございます。はい、これは、何というユニットなんですかね。シルエット5分の2。あ、シルエット5分の2ということで、はい、芸達者のシルエットをどうぞお楽しみください。Thank you.
はい、このユニットではですね、やっぱ1週間でできる曲じゃこの2曲目が限度でございます。はい、本当ね、練習期間も短かったですね。ごめんなさいね、わずか何回でステージに立とうなんてこの無謀なことをするもんやから。はい、最後の曲、これは有名な曲ですね。もうすぐ、シーズンが参ります。年末あちこちで、本ちゃんを聴くことになるんではないでしょうか。はい、本当であればベートーベンの大工のはず、どうぞ聴いてください。
ゲー出したでしょ、シルエット4人しかいないで、なんとか、ね、ステージをこなそうと思うと、苦肉の策が、こういうことなんですが、でも実は本当はやりたかったよね。で、ここでですね、シルエット、今年のシルエットは、そろそろネタもつけてきたので、3部構成にしようかなと、はい、思っちゃったりしてね。あ、シークレットブーツ。だってね、なんか前回のライブではなんか身長が低かったって噂があるね。タコなんだよね、絶対タコなんだ。何センチこれ、何センチ、20センチ。まあそういうことで、ここでですね、JJ、パーティー、はい。頭いかんで、あ、そうそうそう、はい、JJ の皆さん、もうちょっとですね、お付き合い願えればありがたいなと思ってですね、ここで、スペシャルな、ゲストをお呼びして、T スクエアのナンバーに戻らせていただきたいなと思ってる次第なんですが、JJ オールスターズの確かサックス奏者さんがおられましたよね。JJ ファンの皆様、はい、ご存知だろうと思います。あの吹きざまはなかなか、はい、マニア受けする吹きざまなんですけどね、はい、北九州の本田雅人、マッタ君です、どうぞ。はい、彼はこの後ですね、控えております、JJ オールスターズの方でですね、頑張っていただくような形になるんですが、我々あのシルエットというのが、ティスケアのカバーをメインにやっておりますものですから、フロントが大体サックスとか、ウィンドシンセサイダーという楽器が本来真ん中にいるべきバンドなんですね。今日お仕事でちょっと来れなくなっちゃったものですから、さあどうしようというところから、急遽助っ人を頼んでおります。この彼がね、すごいことがですね、はい、あ、なんかあのギター以外のカホンを叩きすぎて、なんか腕が、はい、こういう時にこうかぶせ物を持ってくればよかったのにね。1.5 倍ぐらいのね、頑張れ、はい、ね、閉じる理由になっております、はい。前振り、はい、この松田君、この後も素晴らしいプレーを見せてくれると思います。我々シルエットフロントが欠けた分、ご協力いただきまして、本当にセッションですね、今日はね、ほぼ。ね、何やろうか、これできる、あれできるで、じゃあやろうって形で決めちゃいました、はい。本来は原曲はウィンドシンセサイダーっていう、キーボードみたいな音の楽器であるんですけども、今回は松田君の、渋い男らしいサックスで、やっていただきたいと思います。宝島、聴いてください。
はい、ありがとうございます。いよいよ、シルエットもですね、出番終盤戦に入ってまいりました。残すところあと2曲となります。ここでですね、いろいろ考えた挙句、It's Magic という、曲があるんですが、レイちゃん見てる？あ、レイちゃんいないかな。トイレかい。レイちゃんしっこかい。まあそういうことで、はい、レイちゃん懐かしいかなと思って It's Magic をやりたいと思います。これも歌入りで、小鳥の小さなですね、カップはちょっと追加台になるから言えないんですけど、結構なんやけどハートはちっちゃい。はい、みはるちゃんどうぞ。お世話になっておりますですね、大成くんの、奥様、はい、大成くんの奥様で、はい、ここでお店の宣伝しとこうかね。戸畑の D スタジオというお店でですね、同じようなこう楽器演奏できる場所を、はい、頑張ってくれてますので、我々もいつもお世話になっております。はい、みはるママを、フロントに迎えて、やっぱりねコーラスが欲しいなと、はい、一人で立つのは小鳥のハートが恥ずかしいなと、はい、いうことで、コーラスにもう一人、嫁、はい、私の嫁、はい、はい、あ、いい年越えてミニスカート履いております。はい。じゃあマイクを預けます。ちょっとその前にさ、そのこの T シャツ気づきました？2ペアになってます。じゃあのシルエットで T シャツ作ってみたんですが、なぜか着てくれないメンバーが、あの天使は別です、リハーサルでちゃんと着てましたんで。今度背中に書きます。今度背中に書きましょうね、マジックで。ということで、はい、MC はやっぱり旦那に任せます。あとマイクだからこれ、はい、あ、ただ行きますから、お願いします。あ、俺か。あ、違う。はい、みはるちゃんのご主人のドラムスからどうぞ。
手をお願いします。はい、なかなかすき焼きまでここまでできるちゃすごいと思いません皆さん。はい、あのこんな感じでいつもゆるく楽しくやってるバンドなんですけど、はい、最後にですね、締めくくり、最後の曲となりました、ここも本来松田君にはですね1曲だけ手伝ってってお願いしてたんですが、打ち合わせの時にですね、あこれもできるよあれもできるよやっちゃったりくれたりって感じでやっぱりね、あの本田世代の曲をねちょっと聞きたいなっていうのもあったんでちょうどよかったと思いましてですね、はい、これも実はこの曲私どもシルエットで何曲かやったことはあるんですが、この会場でですね、アイルトンセナ、F1 全盛期にですねアイルトンセナ亡くなりましたよね、はい、でこれ実はこの曲ってセナのテーマ曲だったんですよ、はい、で実は追悼にはぴったりなんですけどね、はい、まあ、そういった意味合いであまり しんみりしないでくださいね、はい、勢いのいい曲ですのでイケイケどんどんのアイルトンセナだと思ってもらってですね、あ行っちゃダメよまだまだまだ登っちゃダメだから、はい、ということで、最後の曲になりましたフェイフェイス聴いてください。
ね、必ずアンコールが来るんですよ。はい、でも最初に言いましたよね、このメンツでできる曲が4曲しかなかったんですよ。ということは、なぜ一番最初の曲をやったかというと、もう皆さん分かりましたよね。飛ぶところ分かったはずですよ。はい、ね、その場で座って飛べない方もとりあえず手を挙げましょうね。はい、ね、もうネタがありませんので、最初にやった曲、京子ちゃんのキーボードから腰折れね。はい、まあ大体いつもこんな感じでゆるーくやってるんですけどね。はい、さすがにね、やっぱフロントマンいなくて、何かやろうとするとどうしてもね、ギターのウェイトとかキーボードのウェイトが大きくなります。で、ここでですね、初めて京子ちゃん見られる方、実はですね、京子ちゃん別バンドを持っておりまして、リッチーさん、リッチーさんどこいます？リッチーさんどこいます？はい、リッチー703というハードロックバンドで、実はドラムスを叩いてるドラマーさんでございます。はい、すごいパワフルな、ね、リッチー・ブラックマー、とかのカバーをやっていただいてるですね、超スーパーハードなスーパーウーマン、ドラマーさんなので、YouTube とかでですね、ドラムねえやんで検索してもらうと、スマホをお持ちの方、サクサクと検索していただくと、京子さん専用カメラで撮ったドラムプレイが、見れます。ここではですね、シルエットでは、キーボードという形で、昔撮った切り塚でエレクトーン、はい、やってくれてますんで、今こうやって我々のバンドができてるというのは正直なところです。実はこのバンドに、京子ちゃん入る前までは確かね、JJ で今赤いキーボード弾いてるやつがいたような気がするんだけどな、カルロス。こらまあそういうことで、はい、そんな流れで今やっておりますので、はい、もういいかな、そろ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 限界なんだけど、はい、せっかくアンコールいただきましたので、いっちゃうぞ頭チカ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 チね、はい、よし、もう諦めた。はい、6弦使わないで、はい、いつもやっとるやん、こうやってこうやってこう弾いてますけどね、はい、はい、いいですかもう本当の最後です。今年はこれでお開きと、違ったな、次の JJ オールスターズがありましたね、はい、に、バトンを渡したいと思いますので、はい、皆さん飛ぶ場所分かりましたね。はい、いきますよ、京子ちゃんのキーボードからどうぞ。
ましょう。